皆さんこんにちは、恵美子柴村のワクワクチャンネルです。イエーイ。はい、今日も恵美ちゃんはもう上機嫌ですよ。さすがです ね、 ね、はい、いやもうちょっとまこっちゃんね、はいはい、今日は私お礼が言いたくてね。お礼ですか。はい、はい、この前ね、はい、YouTuber のねクレマンさんと、はい、コラボしたんですよね。あー、見ましたよ、見ました。はい、はい、あれ皆さんから大好評で、はい、しかもね、うん、またそこへね見ていただいた方からのコメントもいっぱい来てて、はいはい、私も見させていただいてるんですけど、めちゃくちゃ嬉しいコメントばっかりやったんです。すごいですよね。ありがとうございます。はい、なんかこう若い方とねこうコラボしてお話しするとね、えみ、うん、ちゃんね、うん、宇宙年齢18歳だけど、はい、地球年齢も18歳に、ね、はい、なっちゃう感じだよね。すごいですよね。あのクレマグさんの方の動画のコメントもたくさん、はい、あの見させていただいたんですけど、はい、もうね若い方々、クレマグさんのあの元々ファンの方々が非常に、うん、あの恵美子社長のお考えにも共感されたりして、はい、うん、なんかあの年代を感じない、そうですね、うん、あの素晴らしいお考えを持った若者の方々にたくさんいらっしゃるなと思って。そうだよね、はい、とにかくねあの方たち明るかったね。そうですよね。私いつも言ってるようにね、うん、明るい、うん、ね、ことが大事だよって言っててね、はい、笑顔も素敵だったしさ、うん、だから一番印象に残る、これからインパクトに残ったりね、うん、愛される人たちってどんな人っていうとね、うん、あのクレマグさんのね、うん、3人のようなね、うん、タイプだよねってことだよ ね、 ね、なんか、うん、今までずっと話してることをさ、はい、あの3人の彼女たちがさ、うん、実践してくれちゃった感じですね、うんうん、素晴らしかったですよね、はい、どうでした、その、はい、あのまあ、今おっしゃったんですけど、特にこう印象に残ったお三方のこう、うん、いやあの皆さんがすごく勉強しようっていうエネルギーがすごい強かった、はい、それでそれは何ですかっていうとね、はい、そう、自分も一生懸命いい話を聞いて、はい、自分も納得したものを伝えたいなっていうね、うん、そのパワーがすごくて、だから私もすごいいっぱい話しちゃったんですけど、うん、でもその彼女たちの愛だよね、うん、うん、それで一生懸命それをやってる姿がね、うん、なんか美しいなと思ったし、うん、そこに皆さんねファンがついてるんだなと思ったね、うんうん、そうですよね。だからこれからの時代はねやっぱり明るくね、うん、楽しく生きるっていう、上機嫌で生きるっていうこととか、うん、本当に、彼女たちを見てて、うん、なんか背中を押してあげた気がしたし、うん、それからまたいつでもお話ししてくださいって言ってくれたことも嬉しかったし、うんうん、私彼女たちの動画の中で一番嬉しかったのはね、うん、個人的に言っていいですか。はい、あ、どうぞお願いします。あのね、はい、いろいろこう話の中で、うん、いつも普通だったらどうもありがとうございますって、ね、いい話でしたっていうことを、ね、言うと思うんですね、うん、でも私ウランちゃんがね、うん、言ってくれたさ、うん、いい話しかなかったっていうことが嬉しかったんですよ。あ、そんなこと言っていただいた。いい話しかった、しかがついてた。おー、それすごいインパクトあって、はい、私の中でわーって嬉しかったですよね。うん、素敵ですね。はい、であの3人ともね非常に素敵な方々だったと思うんですけど、はい、まあ、そういう印象に残られたと、うん、YouTuber としても、うん、あのね、3人はあのお若いですけど、はい、もう先輩になると思うので、そうですね、たくさんね、はい、あ、こういう感じでやられたら、はい、あ、こんなに伸びる人気な YouTuber さんになれるんだっていうことも見えたと思うんですよね、うん、私ね、はい、思ったのは、私もあの YouTube ってそんなにやってないんで、はい、なんですけど、はい、なんて言うんでしょう、素のままを出してるってことが大事かなと思ったね、うん、やっぱり人間だからカメラの向こうにね、うん、いる人たちもやっぱり人間なんだよね、人でしょ、うん、そうですね、そうするとその自分たちの素のままのエネルギーって伝わりやすいから、はい、あの本当にその正直な気持ちで、うん、あの楽しい時もね、もうあの朝起きた時の顔も、ね、出てたしね、うん、あとお風呂の入った写真、あの映像も見たんですよ私、うんうん、そうしたら本当に彼女たちはすっぴんだったり、うん、お化粧してるで、ね、かっこよくなってる姿とか、うん、いろんな状況をね、あの演出してるのをね、そのままを見せてることがね、はい、やっぱりみんな親近感、うん、人間らしいって言ったら変なんですけど、うん、身近に感じるんでしょうね。それって大事ですよね。大事だよね、うん、なんかあんまりこう
違いすぎるとね、よくないよね、なんかね。そうですね、 あまり作られすぎたキャラクターよりもね、どちらかというとそうやって身近な感じがあって、でもそれでも魅力的な何かが伝わって人気者になっていくと、うん、そう、やっぱりまあ、その話してる時も言ってたんですけど、はい、笑わせたいなってね、うん、少しの笑わせてあげて、うん、心軽くしたいな、喜んでもらったら笑顔になってくれたらいいなっていう彼女たちのね、うん、思いがね、うん、やっぱり動画を作っててね、出てるんだと思うんだよね、うん、本当にそれすごいことで、はい、なかなか人ってさ、自分から本当は笑えばいいんだけど、うん、笑えない人ってまずは笑わせてくれる人がそばにいるだけでもね、うん、違うんだよね。あ、違いますね、だ体が緩むしさ、はいはいはい、緩んだらわーってこうね、幸せな気持ち、笑ってる時が幸せな気持ちだからね。そうですね、それを提供してる最高だよね。そうですね、彼女たちの動画のコメント欄でもクレイマグさんの動画を見ていつも笑ってますっていうコメントもあったので、おっしゃることだと思うんです。でかつ恵美子社長とクレイマグさんの共通点って多分そういうところなのかなっていうのが非常に感じられましたね。そうですね、はい、あとはなんかすごい若い人たちに、うん、なんかひとりさんの教え、うん、私も実践してきたんですけどね、うん、すごくストーンと入るなっていうのが、うん、もっともっと伝えたいよ、うんうん、だからもっとね、最近よく、うん、自由にしなさいって、とらわれないで自由にした方がいいよって、なんか昨日のテレビでも若い子の番組見てたらね、うん、自由になった方がいいってね、うん、言ってたんですけど、うん、本当にその今の人たちって、うん、こだわら周りからこう抑えられてる分ね、跳ねのけていくパワーってさ、うん、必要じゃないですか。そうですね、そういう中において、うん、このクレマグさんたちの話を聞いたりすると、うん、こういうふうにやったら解放するなっていうか、うん、まあ、ただ私なんかもね、ひとりさんから教わってきたことをずっとやってきたんだけど、うん、自由に解放しなさいよっていうことを教わってきたんですよ、うん、私なんか、うんうんうん、だから非常にね、今回の彼女たちと通じて、前回もそうだったよ、うん、ね、ともかちゃんとひなちゃんもそうだったんだけど、インフルエンサーもね、若い子たちって自由になるにはどうしたらいいんだろうっていうことをすごく考えてたし、うん、それを表現してるからこそ、うん、人気があるんだなと思った。そうですね、私これから本当にすいません、宇宙年齢18歳のエミちゃんも若いんで、はい、皆さんにどんどん伝えていこうかななんて、うん、ひとりさんの教え、うん、それでその楽しく自由に生きていく生き方、はい、どんどん伝えていってね、うん、皆さんが本当にね、解放できたらいいなと思うんだよね。そうですね、うん、で次世代にね、そういったメッセージ残していただいて、そうだよ、皆さんが潤っていただければ、ね、はい、これからね、みんなもね、もっともっとね、どんどん楽しい自由になっていけるから、うん、そういうことを私も、うん、配信しますし、はい、クレマグさんもごめんなさい、うん、クレマグさんもそういうこと配信してくれると思ってます。はい、じゃあ楽しみです、私も、ま、ずっと見てくよ。そうですね、じゃあ今後ともクレマグさんと恵美子社長、うん、応援して、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして100万人ね、YouTube、アクセスが上がったらね、はい、なんかドームでやるんだって言ってたんじゃない、クレマグちゃんたちが、はい、だから皆さんもね、応援してあげてね、はい、そしてエミちゃんとクレマグさんの YouTube の登録もお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いしますね。はい、ありがとうございました。